今回はオーディオテクニカサウンドバーガーミニチュアコレクションをガチャしていきます。で戻りました。今回はカプセルをスルッと2つにして、それをトントして出していきます。ということで今回はオーディオテクニカサウンドバーガーミニチュアコレクション全4種ラインナップは AT-SB727YLAT-SB727BKAT-SB727WH AT-SB2022 の4種類になりますで今回出たのはどちらとも AT-SB727 で WH のホワイトと YL のイエローが出ました最初に AT-SB727 の WH 縦から横にするとサウンドバーガーと書かれてありますで上と横で下こちらちゃんと足の部分も再現されてあります レコードの反対側は持ち手になっていて本物は引っ掛けたりすることもできます。で、上を開いてトーンアームの部分ちゃんと動きます。あと小さいんですがアダプターもついています。こちらアダプターをつけると固定されてちゃんと回ります。で、レコードを外して近くで見ると細部まで作り込まれております。とこちらちゃんとジャケットもついております。入れてみるとこんな感じ。で、本体。 レコードを置いてアダプターをつけたらアームの位置をい,い位置にして上を通じます1つ目は AT-SB727WH でした続いて AT-SB727YL 先ほどと同じように横にして上と横で上を開けるとこんな感じ同じようにアーム動きます で、レコード中央部分本体と合わせて黄色になっていますとジャケットはこんな感じレコードを入れてみるとこんな感じになりますでジャケットの裏面は黄色になっていますでここで先ほどのホワイトこちらの裏は青になっています2つ目は AT-SB727YL でしたということで今回はオーディオテクニカサウンドバーガーミニチュアコレクションをご紹介しました気になった方はお試しください